ラスヘッダーの口、グダグダやってるお前じゃ無理、やることをやって言うのが筋、中身がないとかただのパクリとかコメント欄書いてる悪口、貴重な時間を使ってくれてありがとう本当に、以前より増してく向上心、気合を入れるため缶コーヒー飲んで向かってるスタジオに、欲もラックも高級品、悪いことしてもダサいことはすんな、それでいて輝くこの文化、天使な熊の居住空間から作っているこの音楽、電波とするくらいに入るぜバット、常に変わっていく感情、スタローン並みに俺は乱暴、先方だったらノーガード、耳を澄ますとかちゃんと、その上で成り立つ反抗、お前もすでになっている精神的病気、誰にもバレないように深くかぶるフーディー、その男凶暴につき来たのたけし、怒らせたらへし。